はい、もうなんか思い出深いこうゴールキーパーの方とかっていらっしゃいますか。まあ、僕入った時は、はい、土田久志さんと あとそうなんだ、はい、安藤さん、はい、西部洋平、はい、あ西部さんがいたんですよ、はいはいはい、で、まあ、その後に山岸さんと鈴木さんというこの2人じゃないですか、はいはい、まあ、この2人がですねめちゃくちゃ仲悪いんですよ。仲悪いライバル関係もありますし性格も真逆ですし、はい、同い年で、あそうなんだ、周りもこうちょっと気使うみたいな、 ありますね。鈴木特にあるんですよこいつ。あそうなんだ。ガンバにいた時も僕は仲良かったんです、年離れてるんで、やっぱライバルとかとか全く話もしないし、同世代のゴールキーパーの人とは、はい、全くもうコミュニケーション取らず、うん、はあ、ちょっと前のおぼん・こぼん師匠みたいな感じですね。仲悪くてギクシャクして、うん。